ちょっとね、カメラマンさんもざわついてますよね。そうなんです、ちょっとすごい方が今日ね来られてるんですよ。菅井田来年国友雄一郎先生です。拍手でお迎えください。すごいですよこの方。もうね、このイベントではもうすっかりおなじみのよさこいエイトさんが作ったね、あの平和、これもう去年、今年の春か、何回踊ったんだろうっていうぐらい6以上踊ってるよね。総踊りの域を越してるよね。まあ、それぐらいね、よさこいエイトさんが大好きで、みんなもう大好きなんですよ。で、まあ、そういう先生がね、来られるってことで、まあ、前回ね、ひょっとしたら国友さんが、まあ、今後ね、今後どっかで来ることがあったら、僕ね、まあ、死ぬまでにやりたいことってあるじゃないですか。そのうちの一つ今言っちゃいます。国友先生とステージの真ん中でコマネチ。死ぬまでにやりたいことを一つ使っちゃいます。ここでいいですか。いいですか。で、今日ね、ジュリ先生も来られてるということでね、で、久美子先生もいらっしゃるということで、まあ後でちょっと怒られてもいいかなと思いながら4人でね、ちょっと、あ、プリンちゃんもいた。5人でちょっとね、ここでコマネチをずっとやりたくて、はい、いいですか、僕のためによろしいですか。はい、やりましょう。急にマイク預けられちゃってどうしようかと思っちゃった。これは面白いのかわからないんですけど、全力で言いました。じゃあ全力コマネチいきます。はい、せーのでいい。コマネチ。よっしゃ、よっしゃ。塩振りが無駄な時間だよ。はい、僕のやりたいことを全部やらせてもらいました。こういうお祭りです。はい、すいません、じゃあ演舞の方に。